エアバス318、319、320、321で使われている補助動力装置 APIC APS3200 エアバス A380 のテイルエンドの APU 排気補助動力装置とは航空機の各部に圧縮空気や油圧、電力を供給するために推進用のエンジンとは別に搭載された小型のエンジンである APU は ジェットエンジンを起動するために必要な圧縮空気の供給、また中期中における各装置への空気圧や電力等の動力の供給といった用途に用いられる。排気ガスで汚れた P-3C の APU 排気口 ANA の電源車航空自衛隊の起動車、レシプロエンジンが使われていた時代には自動車と同じく自力でエンジン始動が可能だったが、 ジェットエンジンは始動させるために圧縮空気が必要となった。またアビオニクスや機内設備の増加により安定した電源も必要となった。特に旅客機では規制強化により飛行中の再始動が求められ、航空会社からも空港での待機中にエンジンを停止しても空調や照明を維持することが求められた。このため推進用のエンジンとは別に小型のエンジンを搭載する。 旅客機が登場した。APU を搭載していれば、地上施設がなくとも単独でエンジンを始動することが可能なほか、トラブルによりエンジンが停止しても自力で再始動が可能となり、安全性が増した。これらのニーズに合わせ、飛行場には圧縮空気を供給するエアースターとユニットと電源を供給する地上動力装置が設置されるようになった。 取り回しの都合上 ASU は起動車として GPU は電源車として用意されており必要に応じて機体の傍らに移動しエンジン始動後には撤収する規模の大きい空港では中期スペースに固定されていることもある APU は内蔵したバッテリーで起動できるガソリンのレシプロエンジンによる APU は1916年にペンバートン・ビリングの PB31 ナイトホーク スカウトで初めて使われた。ガスタービンエンジンによる APU を初めて搭載したジェット旅客機は1963年のボーイング727で小さな地方空港でも地上施設に左右されず運用可能となった。APU にはメインエンジンが不調の際の操作系統のための動力供給の役割もあり、ETAPS は APU を重視している。 緊急時において停止したエンジンの代わりに電力や圧縮空気の供給を担うためである。ETAPs 規格に準拠する APU はあらゆる高度で飛行中に始動できなければならない。近似適用される ETAPs では43000フィートの高度における完全な低温暴露状態から始動可能であるべきと要求されている。APU やその発電機が使えない場合は その航空機は E タップス飛行を行うことはできず、より長いルートを取らざるを得ない。なお、航空機の飛行中には指導できない APU もある。現代のジェット旅客機では後部に搭載されることが普通となり、多くの旅客機ではビブに排気管がある。ほとんどの場合、APU は小型のガスタービンエンジンであり、その内部の圧縮機により圧縮空気が供給される。 最近ではロータリーエンジンを使う研究が始まっている。ロータリーエンジンは普通のピストンエンジンよりもパワーウェイトレシオで優れている。APU は作動時に騒音や大量の排気ガスを出す側面もある。このため東京国際空港、成田国際空港、関西国際空港や中部国際空港では APU の使用が制限されており、 日本国内のその他の空港でも、地上動力装置への切り替えが進められ、地上施設や電源車から中期中の航空機へ、電気や冷暖房を供給するようになっている。航空機の APU 市場は、ユナイテッドテクノロジーズ社、ハネウェル社、クリーモフ設計局のシェアが大きい。典型的なガスタービン APU は、主に3つのセクションから構成されている。動力部は、 エンジンのガス生成器で APU のすべての動力を生み出す。圧縮機は一般にシャフトに取り付けられており、航空機のすべての空気圧を提供する。圧縮機への気流を制御する入り口案内翼とターボ装置を安定させ、サージングフリーで運用させるためのサージ制御バルブの両装置も駆動する。エンジンの3番目のセクションはギアボックスで、 エンジンのメインシャフトから電力用の揺れ式発電機まで力を伝える。ギアボックスの内部では燃料制御ユニットや潤滑油モジュールや冷却ファンなどのエンジン付属品にも力が伝えられている。さらに APU を始動させるためのスターターモーターがギア装置を経由して接続されている。グラスコックピットやフライバイワイヤーを採用した航空機は大量の電力が必要となる。 ボーイング787は圧縮空気を使わないが、大電力を安定して供給するため大容量のバッテリーと高度な制御システムを搭載している。パワーバイワイヤーの場合、油圧は膠着装置のドアやキャノピーを解放などで良い、ため低出力だが小型軽量なポンプが採用される。軍用機ではエンジンの始動とエンジン停止時の電源、空気、 油圧源を別に積んでいることがある。回 -15 の JFSF-16 の JFS ジェットエンジンの始動のみを行う APU はジェット燃料始動装置と呼ばれる。アキュムレーターで小型のターボシャフトエンジンを始動させ、ギアボックスを介して推進用のエンジンを始動させる。軽量化を優先するため出力は小さく、双発機の場合は1機ずつ始動させるためギアボックスで、 切り替えを行う。航空機単独でエンジンを始動できるため、地上施設が破壊されてもスクランブルが必要な戦闘機に採用されており、回15は設計段階から単独でのエンジン始動が要求されていた。一部の機種は故障に備え人力でも起動できるように外部からクランクなどを差し込める機構を備えている。役割はエンジンの始動のみであるため、 飛行に必要な電源や油圧などは別途必要となる。回 -15 は電源、油圧の供給用として APU も備えており、こちらからエンジンを始動させることもできる。メインエンジン停止時に電力や油圧を得る APU は非常用電源装置と呼ばれる。ヒドラジン水溶液などを触媒で反応させ、発生したガスでタービンエンジンを始動し電力と油圧を得る。 ジェットエンジンを始動するほどの出力は得られないが、カスタービンよりも始動が早いため危険な飛行が多い、戦闘機への搭載が進んでいる。ス -16 では70%のヒドラジン水溶液を燃料として積載しているが、取り扱いに最新の注意が必要であるため、ス -16 をベースとしたス -2 では、ジェット燃料を使うタイプが採用された。現代の戦車などは、 ベトロニクスの消費電力が大きいためメインエンジンは動力専用とし電子機器への動力供給用に APU を搭載する例もあるスペースシャトルの運行では APU は機能維持の面で特に重要である航空機の APU とは異なり電力ではなく油圧を供給するためであるスペースシャトルにはヒドラジンを燃料とする APU が3台に 上長化され搭載されている。これらは、離陸上昇時と大気圏再突入後の着陸時にしか使われない。離陸上昇時には、エンジンのジンバル制御と操縦翼面に油圧を供給する。着陸時には、操縦翼面とブレーキを駆動する。APU が一つでも動作していれば、着陸は可能で、実際、STS-9 では、 コロンビアの2つの APU から発火したが着陸に成功した。ありがとうございます。